こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今はちょうど春です。花見の季節です。今回は花見の日本語9個をお話しします。まず、花見。花見は桜を見ることです。花を見ると書いて花見ですが、花見と言ったら 春、桜を見ることです。開花。開花は基本になっている木に5から6輪ぐらい花が開いた状態。こうなったら開花になります。花は1輪、2輪と数えます。各地域に基本になる木があります。その木に5輪か6輪ぐらい 花花になります。花はまずこういう状態ですよね。この状態の花をつぼみと言います。そこから花が開きます。これ花が開くと言います。この開いた花が基本の木に5から6輪ぐらいあったら開花となります。 桜が開花したら開花宣言というのが出ます。そうすると花見をする人がすごく増えます。開花宣言は開花をした時にする発表です。その他に開花予想というものがあります。開花予想は 毎年桜がいつ開花するかを予想することです。毎年2月ぐらいに今年の開花予想は3月24日です。などと発表されます。今年は東京は確か最初は3月20日前後が開花予想だったと思います。今年は 2月も暖かい日があったり、3月の初めも暖かかったんですが、3月下旬になってくると寒くなる日も増えて、開花予想がどん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 遅くなってきました。何々ぶざき。これは桜がどれくらい咲いているかを表す言葉です。一つの木に桜が20%ぐらい咲いていたら、 2分咲き50%なら5分咲きです80%は8分咲きで8分咲きになったら綺麗に見られます8分咲きになったらあと少しで満開になります満開というのは一つの木に桜が全部咲いていることです 桜が10分咲き100%咲いたら満開です。開花宣言をしてから満開になるまでは約1週間ぐらいです。桜は咲き始めてから満開になるまでがすごく早くて満開になってから散ってしまうのも早いです。桜はとても短い期間しか咲かないので 花見をするタイミングがちょっと難しいです。だいたい八分咲きぐらいになると桜は見頃を迎えます。見頃というのは見るためにちょうどいい時期のことです。五分咲きぐらいだとまだ桜が少ないかなと感じます。でも八分咲きになるときれいに見えるのでもう見頃になります。満開になったら もう完全に見ですね満開の瞬間はもう本当に短いのでタイミングを見て花見に行かなければいけません満開になった日が平日の水曜日ぐらいだともうその週の土曜日には満開じゃなくなっている場合があります本当に桜の時期は短いので満開になったと思ったらすぐに花見がしたいです じゃあ次、場所取り取り、花火は歩いて桜を見るだけのことも多いですが桜の木の下でみんなでお弁当を食べたりお酒を飲んだりすることもあります。その場合座る場所が必要ですよね。ピクニックみたいにレジャーシートを敷いてお弁当を食べたりお酒を飲んだりします。 その場所を取ることを場所取りまたは席取りと言います。場所取りをする場合はレジャーシートを敷いてここはもう私たちの場所ですよとアピールします。アニメなどでは会社員が昼ぐらいから場所取りをして夜までずっと一人でレジャーシートに座って待つ そして夜同僚と花見をするというシーンが時々あります。昔の実際の花見はそういう場面があったかもしれませんが今はそれはほとんどありません。会社の同僚と花見に行くということも今は減っていますが家族とか 友達同士で花見をする場合は昼ぐらいにシートだけを置いて場所取りをする場合もあります。シートだけを置いて人はどこか遊びに行くという場合もあります。でも、公園や場所によってはシートだけの場所取りはご遠慮くださいと言っている場所もあります。ご遠慮くださいはやめてくださいという意味です。コロナになってからは 座ってお弁当を食べることが禁止になっている公園があります。でも今年はどうでしょう花見に合わせて祭りをしている公園もあるのでコロナ前に戻ってきたかもしれません。では次。花より団子。これはことわざです。花見の時だけに使う言葉ではありませんが、花見の時によく使います。 本当の意味は外見を見るよりもその内容が大事、中身が大事という意味です。花見で使う場合は花を見るより食べ物を食べる方がいいという意味です。花見に来ているのに桜を見ないでお酒ばかり飲んでいたりお弁当ばかり食べている人を何々ちゃんは花より団子だねって 言います今この YouTube を撮っているのは3月26日でまだ開花していません。これから開花するので見頃を迎えるのもあと1週間2週間弱ぐらいだと思います。桜の見頃を見逃さないために開花して八分咲きぐらいになったらすぐに花見に行こうと思います。 平日だと仕事をしている人もいると思います。桜は夜見てもとても綺麗です。夜の桜を夜桜と言います。夜桜もとっても綺麗なので夜見に行くのもおすすめです。今回は花見に使う日本語9個お話ししました。もし機会があれば花見に行ってみてください。 外国にも桜がある地域がたくさんあります。花を見て癒されてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。